魔帝ボイドダークによる全魔界消滅の危機。この有史以来最大規模の魔界戦争が瞬く間に燃え広がり、そして一夜のうちに幕を閉じたという事実に、後世の歴史家たちは頭を悩ませることになる。ある者には勝者なき戦争、ある者には英雄なき戦争と評されたこの戦いの真実は、現在もなお謎に包まれている。我らロストの領地に攻め入るとは無謀な奴らだ。どこの魔界の連中かは知らんが、身の程を教えてやれ。セラフィーヌ様、このままじゃ全滅っす。なんですって？全滅なんて許しませんわよ。イワシ一匹で20時間労働の契約でしょ。根性でなんとかなさい。根性で。こんな過酷な戦いにイワシ一匹じゃ割に合わないっす。そもそも俺たちだけであの魔帝ボイドダークを倒すなんて無理だったんすよ。自ら手を汚すのは主義に反しますけれど、かくなる上は我が魔王義マガンノバロールの力で。ちょっとそこのあなた、一体何をしていらっしゃるの？見ての通り飯を食っている。千年を生きたロードドラゴンの胸肉と、その卵で作ったふんわり昇竜親子丼だ。さてと、腹ごしらえは済んだ。こいつらを片付けるとするか。たった一人でロスト軍の一個正体を全滅させるなんて。見つけましたわ、私の王子様。第1話、復讐のプレリュード。ちょっとお待ちになって。もうキリア様ってば。一体どれほど歩いたとお思いになって。
この不毛な活血魔界を1時間1時間も歩きっぱなしですわよ。これでは足がコカトリスに石化されたおまぬけなゴルゴンのようにカチンコチンになってしまいますわ。セラフィーヌ様は一歩たりともご自分の足で歩いてないっすけどね。おだまり。休みたければ好きなだけ休め。俺は行く。キリア様ったらひどい。こんな場所で私を一人ぼっちにする気ですの？お前が勝手についてきたんだろ。違いますわ。キリア様が勝手に私をロストから助けてくださったのです。ならば最後まで責任を持つべきですわ。むちゃくちゃな理屈だな。付き合いきれん。何を。ほら、この程度の攻撃もかわせない。キリア様も相当お疲れなんですわ。これ以上無理をすれば魔帝ボイドダークを倒すどころかのたれ死にますわよ。このゲートは私がプライベートで使っているミニ魔界につながっていますのよ。さあプリニーたち、キリア様をご案内なさい。おほほほほほほ。すべての男はこの絢爛魔界の魔王セラフィーヌの手のひらの上で踊る宿命にあるのですわ。ローゼンクイーン紹介へようこそ。強化などが行えるよ。魔界病院へようこそ。
どこへ向かうすか？ミニ魔界の居心地はいかがです、キリア様。お気に召しまして。俺はこんなところでのんびりしている暇はないのだが。あら、戦闘中にのんびりお食事するような方が何をおっしゃいますの？あれはそのなんだ、腹が減っては戦はできぬというやつだ。キリア様って見かけによらず食いしん坊ですのね。このミニ魔界はいわばキリア様と私の愛の巣、遠慮なくご活用くださいな。念のために言っておくが、俺は誰の手も借りる気はないぞ。そうは参りませんわ。キリア様と私は運命の赤い糸で運命の赤い糸っつうより赤く血に染まった首輪って感じっすけど。キリア様は私のもの、無駄な抵抗はおよしなさい。嫌だと言ったら？おほほほほほほ、すべての男は私の従順なしもべになる定めですのよ。さあキリア、私の命令に従いなさい。断る。あれ、おかしいですわね。えいえい。おほほほほほほ、さあこれであなたはもう私の虜。たとえ魔王であろうとも、私の魔王儀マガンノ・バロールの誘惑からは決して逃れることはできませんことよ。さっきから何をしているんだ？何でもありませんわ。フリニーたちが入手した情報によれば、活血魔界にロスト軍がいるそうですわ。早速参りましょう。あら、どちら様かしら。バカ者、相手の正体も確かめずにいきなり撃つやつがあるか。おほほほほほほ、ごめん遊ばせ。どうせ私より身分の低い雑魚でしょうから、とりあえず撃ってみましたの。誰が雑魚だ。我らはこの活血魔界の王家に連なる由緒正しき貴族だぞ。お前たちのような不審人物を取り締まり、上納金を納めさせるのが我々の仕事なのだ。貴族？その割には貧相な身なりですわね。大方ロストの連中に何もかも奪われ、野党に身を落としたんだ。うるさい。いいから、死にたくなかったら有金全部置いてってもらおう。おほほほほほほ、あなた方のような小汚い野党風情に差し出すお金は1ヘルたりともございませんわ。あなた方も悪魔の端くれでしょ。どうしてもお金が欲しいのでしたら、力ずくで奪ってごらんなさいな。まあ野党風情がどうあがいたところで、キリア様に勝てるはずがありませんけど。おほほほほほほ。何を言っているんだ。お前にも戦ってもらうぞ。はい。俺にはやらなければならないことがある。いつまでも世間知らずのお姫様のお守りに付き合っているわけにはいかない。基礎だけは教えてやるから、
あとは自分で何とかしろ。まさかこの私に肉体労働をしろとおっしゃいますの？嫌なら今すぐここでお別れだな。いいでしょう、戦いますわ。でも私、生まれてこの方、戦った経験など一度もございませんわよ。今まで散々銃を振り回しておきながら、よくそんなセリフが吐けるものだな。おい、いつまで喋っているつもりだ。早く有金を差し出さないと痛い目を見ることになるぞ。相手はやる気満々のようだ。覚悟を決めるんだな。仕方ありませんわね。かくなる上は野党どもから金目のものを逆にむしり取ってやりますわ。これで終わりだ。ひれ伏しなさい。ひれ伏しなさい。俺に合わせてくれ。ひれ伏しなさい。準備はいいな。